はい、皆さんこんにちは。お昼ご飯なんですけど、はい、マクドナルドをまたまた買ってきてしまいました。これは理由が何個かあります。何個か、そんなにあるの？その1、体縁が食べたかった、うん、どうしても食べたかった。その2、毎週ね、あの日曜日に生放送してるんですよ、うち、うん、で、その後、メンバーシップ限定でやってるんですよ、生放送、うん、そのメンバーシップの限定の放送で、マックの話が出たんだよね。出た。そう、それで、あのシェイク、マックシェイクにポテトをつけて食うとうまいっすよねっていう、うん、誰がコメントしまして、でそれわかるって、俺もよくやってたって言ったら、びっくりした、びっくりした、うん、食べたことないって、ない、食べさせてやるよってことで、それ理由、その2、はい、その3、三角チョコパイ、うん、ティラミス味、うん、これを動画で食べたかった。なるほど。昨日も食べてたよね。ギク。昨日実は食べたんですけど、うん、三角チョコパイだけね。ハンバーガー食べてないよ。でも三角チョコパイだけ食べたんだけど、まあせっかくだったら動画で紹介すればよかったなと思って。そうなんやったら、私昨日お腹痛くて食べれんかったから、私の分も含めて2個食べたよね。ういういじゃね。いやいや、ただ僕はここに宣言します、うん、もうしばらくマック食べません。おお、どうして？ちょっとね、自分で自分の体調が心配になってきたので。大丈夫かなと思って、普通に。うん、ちょっとね、ちょっとね、ファーストフード率が高い。高いんですよね、うん、まあ、夜ご飯じゃなくてお昼に食べてて、一応ね、気をつけてマックとか食べるときは昼に食べる、で、その日の夜は食べないとか野菜とかにしてたんですけど、いや、それでもちょっとあれかなと思って、うん、気をつけようということで、だからもうラスマック。おー、まあ、いつまで続けるか分かんないですけども、あ、これもう俺超健康体だわってなって、超健康体だわってなって分かった時に、もうその時まで食べません。そうしよう、うん、じゃあラストマック。めっちゃ出しながらさ、めっちゃポテト食べんの、なんなん。いや、マックあるあるでしょ。こぼれたポテトをさ、マックあるある、袋の中にこぼれる。それにして多かったで。めちゃくちゃ頑張ってたよ。めちゃくちゃこぼれてた。あ、ちょっとね、買ってから時間が経っちゃったんで、うん、ぬるいですわ。温め直そうかな。まあいいか、ちょっと冷えててもうまいよね、うん、はい、というわけで今日僕が買ったのは、まあ、ラストということで体縁を買いたかったんですけど、うん、売ってなかった、体縁だけなくなってた、うん、やっぱ人気なんや。いや、なんか体縁だけ期間限定だったっぽい。はみだ縁と鳥血はあったの。え、そうなん、うん、でキムタクがこうやってやってたよ。いじってる。いじってる。天下のキムタクをリオナリがいじってんのか。事実。やめてやめてやめて。怖い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 。今の世の中、キムタクまで届くから、これ。情報が。怖いね、インターネットって。届いちゃうからね。なんで売ってなかったんで、はみだ縁、うん、と、これ、恋の三角チョコパイ。うん、ティラミス味ね。これめっちゃうまい。これはマジでうまい。本当に。普通のしか食べたことないわ。ねえ、ティラミスなんて攻めたよね。うん、ティラミスの語源書いてある、うん、私を元気づけてって。え、どういうこと？ティラミスの語源、私を元気づけて、あ、そういう意味なのらしいですな。英語でティラミス。そんなんで元気になるわけがさ。でねでねでね。いえ、ありがとう。優しいね。早くへ、はい、コーラゼロでございます。なるほど、じゃあいただきます。さきちゃんは、うん、食べないですね今日。私はさっきね、トニーと一緒にお散歩行って、レジャーシートを引いて
おにぎりを食べました。いいね。俺ちょっとね別用があって行けなかったんですけど、うん、いいな。もう焼いてったパンケーキ一口も食べずにポイってされた赤ちゃん用のパンケーキ泣きそうになった外なら食べてくれるかなと思ったけど、やっぱさパンケーキが投げやすいんだって。絶対丸いから、フリスビーみたいな形でヒュンってだってパンケーキだけ投げるんでしょいつも。そう、あでもちぎってあげてんのね。ああそうなのか、なんでだろうね。せんべいはバクバク食べるんだけどね。外はね興味津々なものが多いからね。そかそか、はい、はみ出す血。ああちょっとチーズがもう固まってら、うん、よし。いやこんな軽々しく食っちゃダメだよ今思ったけど、最後のマックになるかもしれないのに。そう危ねえ今なんか、はいはみだぐち軽いダメこんなこんな軽く食べるとダメ。食べられると暇なんですけど早く私はなシェイクになポテトをつけて食べたいのよ。どうぞやっていいの、うん、これバニラ。バニラ、シェイクあるあるでさ、うん、あの多分バニラとさチョコとかさ一緒の多分ところで出してるからさ、うん、ちょっとバニラなのにチョコ混ざってる気がする。混ざってるよね今思った土ってそんなこけた、そんな汚くないよ。本当は熱々のポテトがねうまいんだけど、うん、ちょっと冷めちゃったんですけど。初めてこうやって、うん、こう。いただきます。あー美味しいでしょ。え、めっちゃ美味しい。いやこれうまいんだよね。マジでデブの食べ方だけど一気にデザート。うん、甘いかスイートポテト食べてるみたいになる。うんうん、なんかアメリカでは主流らしいよ。へえ。この食べ方が塩ついてんのに不思議やね。やっぱりあの、うん、あれですよ、ロデオ、ロデオじゃなくてなんだっけ、ルタオだ、ルタオ、何それ、ロデオ、ルタオ、あの北海道のさチョコポテチのロイゼ、ロイゼ全然ロイズか、ロイズか、ロイズだ、ロイズなんつった俺、ルタオ、ロイズのチョコポテトみたいな感じよ。うーん、すごいな、一文字も合ってへんことあるやん。うーん、うまい。うん、いやハンバーガーってなんかやばいよな、中毒性が。うん、ほんまやめれるんですか。ん、ほんまやめれるんですか。やめます。幸い僕はまだね重症の患者じゃないと思ってて、うん、毎日食べたいとかじゃないんですよ。2週間ぐらいに1回食べたくなるんで、あまだまだやめられるんじゃないかなと、うん、思っております。野菜食べよう、野菜食べよう。うまっ、何なんだろう、腹立ってくるの、うますぎて。こんなうまいもん作る方が悪いと思う。怒ってんの今後悔してるのが、うん、今寝てなかった何だい今俺ちょっとだけ後悔してるのが、うん、その本当に最後のマックになるかもしれないのに、うん、こんな期間限定のバーガーでいいんだろうかっていう。何が良かった。いやなんかビッグマックとか、うん、そっち系攻めた方が良かったんじゃないかなみたいな。
定番の味というか。あー、めちゃくちゃ最近ビッグマック食べてたよね。いいんちゃうもん。じゃあ三角チョコパイ食べて締めましょう。はい、じゃあ食べる一口。ちょっとだけ、本当にちょっとだけで。じゃあ最近一口どうぞ。ありがとう。濃いの三角チョコパイ。濃いの味なんですよ。濃い？なあ、そんな濃い。これは真ん中にあのなんかチョコなのかな、なんかコーヒーなのか、ちょっとなんか苦いクリームと、うん、なんかね、あ、甘苦いからチョコっつってんの、うん、そんな先端じゃクリーム入ってないよ。え、こんな先も。真ん中はちょっと取りづらい。あ、でも入ってる。いや、じゃあ入ってない。え、これもうついてない、もうほぼついてない、これ。これを俺が食べてあげるよ。こっちパクっていきな、真ん中の方行きなさい、せっかくなら。ほんとに、うん、最後のマックをね譲るぐらいには美味しいから食べてほしいのよ。ほんとに食べて。あー、めちゃくちゃティラミスや。うまいよね。うん、美味しいね。うん、ほろ苦い感じ。確かに。うん、あ、美味しい。めっちゃうまいよね。今真ん中に到達した。うんうんうん、クッキーみたいなさ、ちっちゃいさ、うん、オレオみたいなやつ入ってるよね。入ってる。ザクザクやな。食欲出てきた。あれ一口でいい。それさ、これ、うん、チェイクつけたらめっちゃうまそうだ。ワクワク。うん、わあ、すごい。三角チョコパイをきれいに食べる選手権。無理だ、予選で脱落や。美味しい美味しい。ああ、うまっ。ほっと見ること弱わ。甘っ。美味しいね、うん、すごいな、三角チョコパイ。そんなこぼれる。もう禁じ手やわ、これ。うん、美味しい。うん、美味しいね。というわけで、僕はもう本当にしばらくマクド食べません。まあ、マクド以外にもね、これをやめた方がいいだろうってのはあったりはするけど、とりあえずマクド食べない。ありがとうマクドナルド、ありがとうレイクロック、感謝。LOVB が、あ、ラブ。そんな塩分過多でダメですよ。マクド食べてる時点で諦めたら、その日は。